かのは一区で有名な衆議院議員小川さんにお言葉をいただきたいと思います。自衛隊の皆様こんばんは。安友先輩、できればお座りいただき、ものすごい圧を今感じて、そうでしょうか、はい、お邪魔いたします。私、藤枝という町は本当に来たかった町なんです。ちょっと後で理由を、パラパラっと拍手を。実は全部洗いざらい申し上げます。とはいえ10分以内と言われていますので、実は大村候補は私旧自治省に勤めてますね。7期先輩なんですね。で、もともと石川知事っていらっしゃいましたね、静岡にな。あの方も旧自治省なんですね。それで安友先輩が倒された前浜松市長の北脇康之さん、彼も旧市長なんですね。で、新しく浜松市長になられた中野雄介、あれ旧市長なんですね。私同期なんです。もうそろそろいいんじゃないですか、旧市長は。もうそろそろで、中野市長、新市長は私同期なんですが、実は同期で採用されたのが今から30年前、94年、まさに就職氷河期、採用していただいたのが私と中野を含めて18人いたんです。で、その中で3番目に人柄が良かったのが中野市長なんです。3番目、2番目は私なんです。1番目は藤枝、お地元ご出身の名門藤枝東高校卒業の、これも民間の方だから名前言っていいのかな、 K 君としときます。彼は、まあ、今も私とか中野はもう今肩着の人間じゃないんですね。でもその K 君は今も肩着で、もう本当に私は今までの50年余りの人生で、彼ほど人間性の豊かな、優しくて芯が強い立派な人は見たことありません。で、私は藤枝に来たかったんです。多分みんなそういう人ばっかりでしょ。おそらく。この玄馬健太郎さんがさっきおっしゃいました、まあ、その前に浜松ですけれども、これからオール静岡で玄馬さんはお育ていただきたいホープです。もう浜松で好きなものといえば、まあもちろんヤマハ、鈴木自動車、長澤まさみ、玄馬健太郎、そして1位は鈴木康友ですけれども、おっしゃったようにちょっと今回の知事選、東西対立あるともないとも言われています。で、私は半々だと思っています。なかなか実際選挙やってますと、遅延決戦というのはやっぱ大きいですよね。なかなか遅延というのは大きい。でも東西対立にしちゃいけないなとも思っています。オール静岡ですから、伊豆地域からそれこそ浜松に至るまで360万オール静岡県民の将来を占う選挙ですから、東が良ければいい、西が良ければいいという話にはならない。静岡出身の方が仮に静岡県知事になれば、それはいわば何の変哲もない普通のことで当たり前のことになり下がる可能性があると思います。しかし浜松でいろいろと極真と経験、実績を積み重ねてきた方が仮に静岡県知事となれば、必ず拠点をこの静岡藤枝地域に移すことになります。必ずです。それぐらいいわばこの静岡藤枝地域は地の利があり、県都を抱えるどうあれ県の中心地域です。
その地域に西の酸いも甘いも辛いも辛いも苦しいも希望も全部知ってる安友さんが拠点を構えられることで初めて東西横断のオール静岡、統一静岡が実現すると私は期待をしています。そしてこれも源馬さんおっしゃった与野党対決の可能性があるというお話でした。私はこれも半々だと思っています。与野党対決にならざるを得ない面もある、そしてしなければならない面もある、がこれもオール静岡の話ですから、単に与野党対決に、国政の与野党対決にしちゃいけない面もある。この点安友さんは2期目の浜松市長選挙は無投票でオール浜松で当選をされた実績があります。これは裏を返せばあらゆる政党各党が安友さんの実績に強く支持するか緩やかに賛同するかは別として、大いにご賛同いただいたことの一つの証だと思います。そして4期目の市長選挙では自民系候補と相まみえることとなりました。が当時の出口調査によれば実に自民党支持層の 60%、 公明党支持層の 70% が自信を持って鈴木康夫と書いたと言われています。この方が浜松でやってこられた方はまさにオール浜松、オール政党、すべての地域事情、すべての政治事情、政党事情を包含し包摂し、16年間見事に市政運営をしてこられた方ですから、それを静岡県政に広げていけば直ちに即適用できるはずだと私は強く確信しております。そしてこの安友さん、実は今から3年前の知事選にも非常に声の上がった方なんですね。でもお地元がいわば話さなかったわけです。正直にちゃんと専念をして地域を守ってくれ、育ててくれ、話さなかった方。そしてその折には全国指定市長会長、つまり政令指定市というのは私なんか田舎四国の高松ですが、もう憧れです。北は札幌から西は福岡に至る有数の都市環境の全ての市長会、これには横浜市長や大阪市長含みますが、を率いる全国の指定市長会の会長を務められる。そして今やなぜか山梨県の7人しかいない顧問のお一人なんですね。これまたご本人からお聞きしてみたいですけど、つまりもはやこの方の存在感、そして実績、経験は静岡浜松どころか静岡どころかオールジャパンであり全日本で期待をされ活躍をできる素養と素質をお持ちだということだと思います。そして私、実は安友先輩にお目にかかったのは本当に直接お目にかかったのは十数年ぶり。私が国会で本当駆け出しだった頃、ちょうど入れ違いでしたから、すでに市長選挙の準備を始められていた頃でしたから、直接一緒にお仕事していたした経験はないんです、ないんですが、当時から一緒に国会にいたわけでないにもかかわらず、さまざまな機会にお目にかかれ、そして当時から輝いておられました。本当に輝いておられた。もう行動力と持ち前の明るさと、そして気迫というんでしょうか、この伝わってくる気概みたいなものが、まあ国会にたくさんいらっしゃる中でも群を抜いた方でした。で、当時はもうちょっとふっくらされてましたね。どうも年齢を重ねられるにつれて、まあそれは私もそうなんですが、気力も体力も通常は衰えます。通常は。しかしこの方は心身の鍛錬を積みに積まれ、今や
見たことありませんけど、鋼のような肉体でしょう、それそして心身の状態も万全万端あい準備を整えておられるではないかと期待をいたしております。ですからこの選挙は国政選挙と直結して与野党対決だからというよりも、ひとえにオール静岡のために、東西を超え、党派を超え、鈴木康友さん以外に選択肢はないだろうということを、かつての後輩として、同志同僚として自信を持ってお勧めをし、しかし国政と全く無縁でないことも事実なんですね。全く無縁でないことも事実。前の川勝知事、チャーミングな方でしたね。一生懸命だったと思いますよ。で、時にいろんな話題振りまいてくださって、でもこの点に限って言えば、先般お隣一区の方ですか、馬寿司ったら馬寿司で女性と言えるのかと、まあどういう神経でこれをおっしゃるかなのか、私は政治的に極めて責任の大きい不適切な発言だと思いますが、こういうことというのは何も無から出てきた言葉ではなくて、ご本人あるいはその周囲も含めて長年抱えてきた価値観や問題意識がポロッと出るものなんですね。ですから今現場さん冒頭おっしゃったように、まさに政治改革をめぐって進むのか後退するのか、お茶を濁して終わりなのか、逃げ切ろうとする人たちが勝つのか、それとも本気で今この節目にあたって今一度国民の心をしっかりと掴み取る、そして何よりもこの国の国民が、この国の政治に対してです、少しでも誇りを持てたい、自信を持てたり、満足できたり、安心できたり、期待できたりする環境を作ることと、やはり切り離せない、つながっているのも今回のまた知事選でもございます。私は今たまたま政治資金の問題が大きな問題になっています。しかしこの不正、不義、不公平は実は入り口だと思っており、これに象徴されるがごとき、派閥の金と人事によって歪められてきた日本の政治が、この失われた30年、日本社会を遅らせてきた最大の構造要因であり、藤枝氏も例外ではありません。日本全国でこれだけ人口減少が激しく進んでおり、そしてこれ自体はいいことなんですが、超長寿化が進んだ結果として世界に例のない高齢化時代を迎えており、同時に激しい少子化が進んでおり、これによって人口構造は昔の少ない高齢者、多い現役世代、さらに多い子供たちという形から、多い先輩方、少ない現役世代、さらに少ない子供たちという形にまるで逆転し、このことによって社会保障制度は大きく揺らぎました。この揺らいだ社会保障制度をなんとか踏ん張って矛盾をすべて吸収してきたのが、この国の莫大な財政赤字です。そしてこの莫大な財政赤字により、日本は、日本だけが金融政策を動かせなくなりました。預金に金利がつかない国になりました。デフレで物価上昇がゼロでゼロ金利ならまだ理解できます。毎年 3%、4% 物価が上がっているのに、なぜ預金にビタ一文金利がつかないのか、借金してる人に不利だからです。日本で一番借金してるのは日本政府ですよね。そして安くなった叩き売られた円、
アベノミクスが始まる前1ドル70円、今150円以下、この安くなった円で高くなった食料とエネルギーを外国から買ってますから、 90% のエネルギーを世界の輸入に頼り、7割近い食料を海外から買わないと食べていけない。なぜもっと農林水産業を大事にしてこなかったのか、この国は。なぜ再エネを中心にエネルギーの国産化を怠ってきたのか。そして海外ではそれらによる物価上昇をはるかに上回る賃金上昇が続いている。日本ではこの30年派遣労働を全面解約しました。もともとはタイピスト、通訳士、本当の技能労働に限られていた派遣労働、製造現場からあらゆるサービス業まで全て派遣でいいことにした。圧倒的に増え続けた非正規雇用で、今世の中の半分非正規ですから、女性は6割が非正規ですから、口先で賃金上げろ上げろで上がるはずがないじゃないですか。この30年増えてきたのは株主への配当と企業の内部留保利益と、そして役員報酬だけ。そういう社会を、つまり人口減、高齢化、少子化、人口構造の激変、社会保障の揺らぎ、莫大な財政赤字、金融政策が可動域を失い、円は叩き売られ、その安くなった円で国産化できないエネルギーと食料を買い続け、そして労働市場を破壊したことで賃金は全くもって上がらない。この30年日本が辿ってきたこの歴史は運命でも定めでも何でもない、時の政治が決断してきた政策の副作用でしかない。この裏金問題、そして社会の変革、正しい社会変革の遅れも、すべてこの戦後79年、そのうち75年間政権を担当してきた人たちに、この際、責任を取ってもらわなきゃいけない。と私が申し上げる以上、私たちは逆に言えば、今の様々な海や矛盾を引き取るだけの決意と覚悟を持った野党第一党として、国民の前に、有権者の前に立ち現れる責任を感じています。1970年代後半、ロッキード事件をきっかけに、新自由クラブを中核とした政治改革ブームが巻き起こりました。それから15年、リクルート事件をきっかけに、細川非自民政権が成立し、政治改革が一定行われました。それから15年、民主党政権が誕生し、さまざまな行政改革にチャレンジしました。そして本年はその民主党政権から15年も一つの政治勢力が権力を握り続ければ、いかに腐敗し、いかに堕落するかはご覧の通りです。静岡県でもお一人お辞めになった方がいました。別の理由でしたかね。それもこれも含め、政治の転換点を、歴史的な転換点を迎えようとしている今、その変えなければならない政治や政権の言いなりになりかねない知事を、この静岡からわざわざ選ぶ必要は全くない。それがたとえ私が先輩だとか後輩だとか関係ない、どうぞ360万静岡県民の明日を担う歴史的な体制づくりにおいて、東西対立を乗り越え、党派間対立を乗り越え、しかし今の腐敗した中央政治に直結した候補者は退け、経験と志と20年前より若い肉体とそして着替えとあらゆるものを兼ね備えたこの鈴木康友さんを、どうぞ自信を持って誇りを持って静岡県政の担い手として皆様のお力で
お送りをいただきますように心からお願いを申し上げまして、10分少々終わりましたがお詫びを申し上げ、後輩として同志同僚としての応援の面にさせていただきます。寺田さん頑張ってください。あきこさん、私の妻もあきこと言います。素敵な方だなと思いました。どうぞこのお二人のダブル当選に向けて、今日こうしてあえて週始め夕暮れ時の本当に慌ただしいお時間お運びをいただきました皆様に心から感謝とお願いを申し上げ、応援の弁当させていただきます。皆様どうぞ、ゲストもよろしくお願い申し上げます。ご清聴誠にありがとうございました。